皆さんこんにちは。今回は母親と舞浜のオフィシャルホテルに出かけてきました。病気療養から少し落ち着き、母にとっては久しぶりのお出かけです。それでは行ってみましょう。旅の始まりは舞浜駅から。平日ですが、さすがディズニーリゾートの最寄り駅、かなりにぎわっています。時刻は午前10時半過ぎです。まずはエクスピアリ方面へ。ちょうどリゾートラインが通過していきました。6月オープンのファンタジースプリングスのラッピングです。まず向かうのはこちら、東京ディズニーリゾートウェルカムセンター。直営ホテル、オフィシャルホテルの宿泊者はこちらで荷物を預かってもらったり、チェックインができたりします。オフィシャルホテルは地下1階が受付です。ホテルごとにカウンターが並んでいます。ここではチェックインもできて、荷物も預けるとお部屋まで届けてくれるそうです。なんて便利。今回宿泊するのはグランド日光東京ベイ舞浜。チェックインは通常15時ですが、大倉日光ホテルズの無料会員プログラムワンハーモニーに入るとチェックイン時刻が14時になるので、事前に入っておくとお得です。チェックイン時間まで時間があるのでエクスピアリに寄ります。母はディズニーストアでいくつかお土産を購入、楽しそうに選んでいたので良かったです。購入品はこちらです。さて、買い物をしていたらお昼のいい時間になってきたので、レストランに向かいます。この雰囲気のいい通りを抜けてやってきたのはこちらです。レインフォレストカフェです。エクスピアリのオープン当初からインパクトある存在感を放ち続けるジャングルをテーマとしたレストランです。席数300席を超える大規模なレストラン。それでは早速入っていきたいと思います。入り口から雰囲気満点ですね。薄暗いのでジャングル感満載です。2階まで吹き抜けになっていて、天井が高くて気持ちがいいです。そしてこんな素敵な水槽の横のテーブルに案内していただきました。メニューはこちらです。平日はお得なランチメニューがあります。ドリンクもセットなのですが、こちらの好きなドリンクを種類を変えておかわり自由です。太っ腹ですね。ではお料理が届くまでの間、店内を散策です。スタッフさんから自由に冒険してみてくださいとのお言葉もいただいたので、お言葉に甘えて自由に見て回ります。南国の鳥たち、ゾウさんやゴリラなど雰囲気は満点。ランドのジャングルクルーズにも負けない迫力。この水槽も素敵ですよね。高さ5メートルもあるそうです。私が好きな大橋。そしてこの蝶は大きすぎて何ともグロテスクです。さてやってきました、ランチチキンプレート1890円。そしてもう一つはランチハンバーグプレート1990円。半分ずつ交換してペロリと平らげました。もっとボリューミーなのかと思いましたが、適量で安心しました。食事後は併設されているショップをちょっと見てみることにしました。こちらはトレイシーという
熱帯雨林保護の大切さを教えてくれる木です。ちょっと夢に出てきそうな感じですね。それではホテルに移動します。移動はもちろんディズニーリゾートラインです。それでは参りましょう。普通乗車券大人300円、フリー切符もありますが、今回は回数を乗らないので普通にスイカで乗車していきます。校内に入るとこんな可愛らしい絵がありました。プロメテウス火山とシンデレラ城をバックにリゾラが走っています。そしてリゾラの模型もありました。これは実際に乗り込めるようになっていて、子どもたちが記念撮影をしていました。そしてギャラリーです。開業は2001年の7月、 C と同じ年に開業しました。もう20年以上も前になるんですね。歴史を感じることができます。ホームに登ってきました。ちょうど出発するところだったので1本見送ります。この時間帯は3分おきに走っていたので、あっという間に次のリゾラが到着です。それでは乗車です。パークには入らないけど、これに乗るだけでも気分が上がりますね。車窓にファンタジースプリングスホテルが見えてきました。駅までもうすぐです。駅に到着しました。駅員さんが手を振って見送っています。こういうのがたまらなくいいですよね。駅を出るとちょうどグランド日光東京ベイ舞浜行きのバスが止まっていました。タイミングバッチリです。ということでこちらに乗ってホテルに移動です。歩けない距離ではないのですが、足の悪い母がいるのでバスが運行しているのはありがたいですね。さてグランド日光東京ベイ舞浜に到着しました。こちらがエントランスです。ガラスにリゾラが映っていました。最高の立地です。それでは入っていきましょう。入った途端、母も私もわーっと声を上げてしまいました。急走の吹き抜けの高さは37メートル。開放的なロビーにガラス天井から光が注いでいます。屋外なのかと思う開放感です。雰囲気のある建物とグリーン、そして泉のような水は異国に迷い込んだかと思うくらいです。ここは日本最大級のアトリウム。こちら側にはチャペル。アトリウムの光が入って素敵ですね。少しだけアトリウムを散策です。こちらはレストランル・ジャルダン。明日の朝食をここでいただきます。朝食だけでなくランチ、ティータイム、ディナーもこちらでいただけます。ここはロビー受付の正面にあるラウンジです。キッズエリアもあるので混雑時もこちらで待つことができます。そして最後にこちらのロビーから海側に抜けることができるので見てみましょう。ヤシの木越しに見える海、そして向こう岸には羽田空港あたりになると思いますが、素敵な景色を見ることができます。
そしてこちらがホテルの外観です。淡いピンク色でメルヘンチックです。それでは14時になったので、12階にある立候ラウンジに向かいましょう。吹き抜けを上がっていくエレベーターから眺めもいい感じです。さてラウンジですが、この日はラ・テラスというスカイバンケットがラウンジとして開放されていました。こちらはウェディングの披露宴を催せる会場で、着席は最大100名、面積は273平米の広々空間です。パーク側、海側と両方に窓がある素敵なバンケット、ここを使わせてもらえるなんてラッキーです。この時間はティータイム、13時から16時半となっていて、ホテルパティシエ特製スイーツを楽しめます。そのスイーツはこんな感じ。マカロンやフィナンシェ、チョコレート、マドレーヌにガレット、タルトやプチケーキなど、なかなかの種類のケーキが並んでいます。も2種類ありました。甘い系とお惣菜系です。そしていただいてきました。全種類とはいきませんでしたが、欲張っちゃいました。カフェオレもいただいて、パークを眺めながら優雅なティータイムです。個人的にはこのガレットが美味しかったです。それではお部屋に向かいましょう。ラウンジと同じ12階です。カーペットが桜柄のレインボーで可愛らしいですね。ベッドヘッドにも桜。インバウンドを意識したデザインになっています。部屋全体は淡い色調で落ち着いた雰囲気です。ナイトウェアはセパレートタイプでした。コンセントは両方のベッドの枕元にありました。そして天井を見上げると、ライトの光でリスが浮かび上がっていました。なんとも可愛い演出です。バーカウンターとデスク周りはこんな感じです。類は3つずつ用意されていましたので、この部屋はエキストラベッドを入れて3人まで泊まれるようです。テーブルの上にはホテルからのおもてなしのチョコが置かれていました。中には4つのチョコレートが入っていました。さてバスエリアを見ていきましょう。かなりコンパクト、決して広くはありません。アメニティはなかなか充実している感じです。Thank you.
さて今回のお部屋は日光スーペリアルームで、日光フロアで唯一洗い場付きの浴室があるお部屋です。デラックスやスイートなどグレードの高い部屋はシャワールームとビューバスという感じで、高齢の母には使いづらいと思ったのでこちらの部屋タイプにしました。純日本人には安心の設計です。2021年3月末にリニューアルしたばかりなので、どこもピカピカです。クローゼットにはバスローブやセキュリティボックス、スリッパなどがしっかり完備されていました。眺望です。こちらのお部屋はパークビュー、正面にファンタジースプリングスホテル、その向こうにプロメテウス山が見えます。かなり遠いですが噴火の炎も見えましたよ。さて17時半になりました。ラウンジのカクテルタイムに向かいましょう。館内の雰囲気もガラッと変わりました。カクテルタイムの営業時間は17時半から20時までで、軽食、ビール、ワインを楽しめます。私はこちらの可愛らしいカクテルを作ってみようと思います。ご覧ください。なかなか映えて素敵な感じです。そしてアルコールは、ワインは樽から注ぎます。あまり見たことがない演出です。白ワインをいただきましたが、冷えていました。お酒の種類はそう多くはありません。続いてフードです。和食のおつまみやサラダ、チーズといった感じで、おつまみという感じですね。夕食代わりにはならないです。フルーツはありましたが、スイーツはありませんでした。それが残念。こんな感じでいただいてきました。母も私も何回かおかわりして楽しませていただきました。ホテル内にあるショップを見ていきましょう。外せないのはやっぱりディズニーグッズのショップです。
こちらディズニーファンタジーです。ホテルの館内はあまりディズニー感を感じさせない作りでしたが、ここだけはもうディズニーど真ん中。そしてこちらのお店、お菓子の品揃えが豊富でした。エクスピアリのディズニーストアよりも価格帯が低く、バラ巻き土産を買うならこちらの方が良さそうです。そして小腹が空いた時に頼りになる簡単なショップもあります。コンビニエンスストアではないのでラインナップはあまり期待できない感じです。そしてウェディングをするホテルらしく、フラワーショップもありました。可愛らしいお店、外国のお店みたいです。お部屋がパークサイドだったので、ぜひ花火を見てみたいということで、20時半のショーの時間に合わせテラスでスタンバイです。しかし20時半を過ぎても全く気配はありません。なんと調べてみたら中止でした。残念。でも素敵な景色を楽しむことができました。おはようございます。グランド日光の朝食はなかなか評判は良いものの、長蛇の列ができて大変と聞いていました。ところが列に並ぶのではなく QR コードからの予約制になったということで、予約開始午前6時からスタンバイ。6時になったところで予約を入れると9番目、開店6時半の1巡目から入れそうです。10分前ぐらいにメールで呼び出しを受けたので、会場であるル・チャルダンに向かいます。少しずつ人が集まってますね。見ると1巡目は35番まで、現在の待ちは78組、52分待ちとのことでした。朝食はビュッフェ形式、洋食エリアと和食エリアがあってかなり広そうです。それでは店内へ。高齢の母を見て、ビュッフェ台に近い方がいいですかと気遣っていただきました。しかし母は明るいテーブルの方がいいとのことだったので、奥のテーブルへ向かいます。このレストランこんなに奥に広かったんですね。海も見えて本当に気持ちがいい空間です。
それではビュッフェ台を見ていきましょう。こちらはライブキッチン。焼きたてハンバーガー、オムレツ、おにぎりをその場で調理してくれます。おにぎりは大人気で、この後長蛇の列ができていました。そしてドリンクコーナーです。この時気づかなかったのですが、ソフトクリームマシンもあったんですね。それでは洋食のビュッフェ台です。まずはサラダ、さまざまなトッピングもあります。そして冷製オードブル3種、定番のハムとチーズです。ホテル朝食には欠かせないスープとカレーももちろんありました。変わり種は中華がゆ、おかゆ用のトッピングもいろいろ用意されています。その横にはフォーです。フォーは大好きなので、これはいただかないといけません。シリアルは6種類と多めのラインナップです。続いてはブレッドのコーナー。食パン、デニッシュと多彩な品揃えです。焼きたてワッフルにはドドンとホイップクリームも置かれていました。続いてホットミール、定番のベーコンとソーセージ、スクランブルエッグ、ハッシュポテトとコロッケといった感じで王道のお料理です。様々なソースたちの向こうにはスチームベジタブル、これは美味しそうですね。そして最後に点心です。デザート系はヨーグルトから各種フルーツ、そしてプチケーキなどのスイーツもありました。まだまだ続きます。続いては和食コーナー。まずはお惣菜です。巻き寿司は外側に海苔のないタイプで、インバウンドを意識した見た目です。そしてこちらは豚骨ラーメン、紫芋のすり流しなんていう珍しいメニューもあります。なんとこちらには生しらすもありました。これも珍しいですね。温かいおかずです。肉じゃがや豚の角煮がとっても美味しそうです。こちらはもつ煮です。洋食は比較的ノーマルなメニューでしたが、和食は変わったものが多いです。
そしてこちらにもライブキッチンがあって、海鮮丼などを作っていただけます。そしていただいてきた料理がこちらです。和食をメインに持ってきました。なので盛りに映え感はありませんが、中華がゆやフォーなど珍しいものをもらってきました。フォーはお出汁が本格的で、辛いソースとライムがいいアクセントになり、とても美味しかったです。これは母がもらってきたおにぎり、小さめなのでペロッと食べられたそうです。さて最後にキッズコーナーのもぐもぐにやってきました。そしてこの空いているプレートにこれから可愛いものが補充されるということなので、ちょっと待ってみましょう。低い台にちびっこ向けのお料理が並んでいるので、子どもたちも自らピックアップできます。来ました、ご覧ください。クマとウサギのフィナンシェです。可愛い。ということでこのクマさんウサギさんとともにデザートとフルーツをいただいてきました。そしていよいよクマさんをいただく瞬間がやってきました。はい、とても美味しかったです。日光ラウンジではモーニングタイムもあるので行ってみましょう。昨日の会場と異なり、こちらの日光ラウンジは海側に面しています。こちらも12階なので景色は抜群です。モーニングタイムは7時から10時半で、この時間帯はホテルメイドブレッドが提供されています。といってもこの4種類なので、朝食にするにはちょっと心細いですね。トースターも完備です。ということで朝食散々食べたのに結局パンをもらってきました。絶景を眺めながらコーヒーをいただく贅沢な時間です。10時半を過ぎるとパンは撤収され、簡単なスナックが提供されていました。母はこれも味見と称して食べていました。なかなか貪欲です。そして11時のチェックアウトまでラウンジでのんびりしました。さて残念ながらチェックアウトの時刻が近づいてきました。ホテルから舞浜駅まではリゾートラインで行くこともできますし、ホテルから舞浜駅までの直行の無料バスも出ています。私たちはそちらを利用させていただきました。さてグランド日光東京ベイ舞浜、いかがでしたか？舞浜に来たらパークに行きたくなりますが、今回のようにのんびりホテルステイでも十分楽しめます。今回は高齢の母と一緒だったこともあり、スタッフの方の心遣いを随所に感じることができました。素敵なホテルですので、皆様もぜひ滞在の候補先としてご検討ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。